るっと回ってにゃん。私以外にもっと。今日は何か面白いことあるかな。出発。小尺？どうしたの？やっぱり必要ないと思うんだよね。備えあれば憂いなしっていうのはわかるんだけど、うちが案内役をしてるんだし、別に昔のことをもう一度見る必要はないんじゃない？じゃあ、教えてくれない？私たちがこれから会う術は、どんな予測不可能な能力を持ってるの？例えば、猫を飼ってて、いざという時に変身できるとか。ドニグルがいなくてよかったよ。でないとコダリーの耳を見てめちゃくちゃ反論するかもね。それは。いや、他人の秘密を晒すなんて少し道義に反するよ。もうすでにいろんな秘密を話してると思うんだけど。彼女自身の秘密以外はだよね。その様子だと、きっと過去の自分を私たちに見せたくないんじゃない？でも、私たちはすでに再現された一部のデータで小尺の姿を見てるよね。はいはい。昔のことは語るまでもないよ。ところで、師匠が残したこれ、いつ頃の話が見られるのかは、うちらが決められるものじゃないんだろう？中に入ってもいいけど、先に約束してもらいたいんだ。本当に見ちゃダメなものが出てきたら、うちの合図で目を閉じてほしい。それじゃあ、一番の見どころを見逃してし、あ、うんうん。
もちろん約束する。さあさあ、親切姉さんが私たちの代わりにドニグルを見てくれてるうちに早速中に入ろうよ。親切姉さんはなんて言ってたかな。確か恋愛は潜り込みって、他人に、それとも自分に。それなら断る。え？わかったわかった。結局逃げられなかったな。さ、手を貸して。できれば、うちがいい暮らしをしてる頃がいいんだけど。記憶と時間の箱へようこそ。これから体と精神をリラックスさせてください。記憶から戻る場合は、心の中で終了と黙考してください。琥珀街？まさか、私たちまた？どうやら別の転送装置を見つけたみたい。やったね。でも、これは違う気がするような。データ研究所で長い間使われてるように見えるし。そういう空間的な特殊性があるなら、簡単に触れちゃいけない危険物なんじゃない？そうとは限らないよ。あの時こんなものがあったら、ねえ少爵、何度も聞いたけど、少爵の師匠も術の一人なんだよね。すごいことをたくさんしたみたいだし。それはどうだろう。だってもしかしたら師匠は、その一族にとっては裏切り者なのかもしれないし。一方で、うちの知り合いのお姉さんにとっては、大災害かもしれない。でも、みんなの考えで言うなら、かなり単純だよ。師匠はごく普通の仙人なんだ。そんなの、全然普通じゃないでしょ。とにかく、ここは私たちが行ったところとは違う。きっと、過去の琥珀街なんだよね。うん。でも目的がないまま中に入ったから、一体どの時代にいるのかをはっきりさせるだけでも結構時間がかかるんじゃないかな。ふふん、うちがいるだろ。あ、私たち一緒に中に入ったもんね。いつの年代だとしても常に少爵がいるんじゃないかな。うちがいなくても同じだよ。別に自慢するつもりはないけど、たとえ琥珀街生まれじゃなくても、うちよりここにいる時間が長い人はいないんだ。何年の何月かも、ちょっと見ればすぐにわかるよ。うん。あなたが年長者なのは分かってるから。それで、
誰が案内するの？おかしいね。そんなに遅い時間に見えないのに。琥珀街にも人が少ない時があるの？前に行った琥珀街のことを誤解してるみたいだね。前方の敵は私に任せて。はっ、みんなついてきて。遅いんじゃなくて早いんじゃないかな。ほら、ちょうど開ける準備をしてる店が。まさか閉店する羽目になるとは。仕方ありません。できるだけのことはしました。行きましょう店長。不穏な世の中ですし、無事でいるだけで十分です。商売もなかなか大変みたいだ。でも不穏な世の中ってどういうこと？多分影の災いのことじゃないかな。おかしい、そんなはずないのに。確かに琥珀街にも不景気な時期があったけど、それはまだうちが住んでなかった頃だよ。さすがにそんな偶然があるわけ。少女くん？ああ、まずはあの辺に行ってみようか。見覚えのある店を探さないとね。変わってないね。あくん大佐、あくん大佐。ここは茶館？千鬼茶館、琥珀街の老舗だよ。夢追い人も聞いたことがあるんじゃないかな。戻ったらみんなに一杯おごってあげるよ。桜花じゃ飲めないなんて少し残念だね。今の状況はもう手一杯だけど。あ、おじいさん久しぶりだね。今日も変わりはないかい？なぜ外で聞いた噂と違うんじゃ。琥珀街はそこまでひどくなってはおらんのじゃろ。はあ、おじいさんは出かけて帰ってきたばかりなのかい？また何か噂を聞いたのか？ああ、影がまた人を食べたとか、影が変な夢を見せて姿を消したとか。新聞に載っておるんじゃ、噂とは言えんじゃろ。でもそれも仕方のないことだよ。毎年溺死する人がいるけど、そのせいで生きることを諦めるわけにもいかないだろう。そうは言うが、安価はこんなに広いのに、影はなぜよりによってこの町を狙うんじゃ。よりによってこの町か。なんだかあの頃のことに聞こえるけど。いや、待って！夢追い人、どうやった
からここから出られるの？ここは絶対行っちゃダメなんだ。少女くん、これはあなたの体？これはうちはもうダメかも。あの頃の琥珀街だとしたら彼女がいないはずがない。まだ説明が足りなかったのかしら。付き添いはいらないわ。例の交渉で。まさかあなたたちが役に立てるとでも思ってるの？ですが、セ様、我々は長老様たちの命令に従い、あなたを迎えに来たのです。ここに長い間滞在されるご予定ですから、セ様のお世話をする者が。セ様って何？私の名前が背だとでも思ってる？小綺麗な格好をしてるけど、彼女とは比べ物にならないわ。名前は？新たに執事としてお仕えさせていただく、ジェームズと申します。じゃあ、私は？私の名前をもう一度呼んでくれる？セルマ、当主様。その度胸がどこから来るのかわからないけど、ちゃんと知ってるんじゃない？誰があなたにその服を着せたのかを。さて、ポッチ？もう行っていいわ。今はあなたよりもルールをよく知ってる人がいるもの。ポッチ、あなたを含めてヌートリスク一族の使用人は全員クビよ。ルールを知らない下僕なんか私にはいらないわ。あるいは。消えなさい。この場所に興味が湧いたばかりなの。私の楽しみをどうしても邪魔したいというのなら。
わかってるはずよね。この世には消えるよりも辛いことがある。はい、かしこまりました。ではセルマ様、どうかご無事で。本当に興ざめね。英才が猛威を振るうエリア、悪巧みをする下僕、失踪した貴族、一族の名を利用して私をいい場所におびき寄せたわね。いいわ、何を企んでるか見てみようじゃない。そこのあなた、お待ちを。あら、何か？そう緊張しないで。私も初めてここに来たの。だから聡明でマナーを知っていそうな方にここの状況を聞こうと思って。そうなの、お嬢さんは人探しに来たのかしら、それとも。ええ、白という名字の男性を探してるの。彼は目立つはずなのに、どうしてかここに来てから行方不明になってしまって。だから私も身の安全が心配なのよ。英才のこともそうだけど、この町に何か変なものが現れたりしてない？え、英才だけでも十分なのに、それ以外があるとでも言うの？でもそうね、確かに夜にこんな風に歩き回る勇気はないわ。私は運よくそういうのに遭遇したことはないんだけど、噂によると最近琥珀街の英才がどんどんひどくなってるらしいの。でもそれって日常生活に影響を与えるほどではないのよね。どうかしらね。今の安価はどこもこんな感じでしょ。でなかったらずっとここにいたりしないわ。はあ、外の噂とは全然違うじゃない。命を根絶やしにする不吉な地がこんな姿でいるわけないでしょ。ありがとう。ちなみに、あなたのセンスは結構違うわね。この町のほとんどの麻袋よりはずっとマシよ。少なくとも、あなたに服をプレゼントしなければならないとは思わないわ。
あの、どっかに行け、ガキが。申し訳ないけど、よく聞き取れなかったわ。あなた、なんだ、人間の言葉がわからんのか。お前みてえなガキの世間話に付き合う暇はねえよ。家に帰って父親に影の話でもしてやがれ。人間の言葉ならわかるわ。でも自分は人間だと思ってない人がいるみたい。もともと表向きの貴族のやり方は通用しないと思ってたわ。だったら、ぼっち？おい、犬を呼んでるつもりか？クソガキめ。俺は、これで様になったわね。さて、質問に答えなさい。この辺りで何か変わったことはあった？はい、セルマ様。この辺りでは何も起こっていません。あったとしても、些細なことばかりです。例えば、私の後ろにある受け薬庫は、もともとは老舗の薬屋で、評判も良かったのですが。少し前に、町中で原因不明の疫病が流行り出し、たくさんの人々が薬を買いに押し寄せました。結果、天使が間違った薬を出し、そのせいでたくさんの人が体調を崩し、薬屋も徐々に開けなくなってしまったのです。疫病。それも英才によるものでしょうね。はい、そういう噂もあります。ですが、噂は所詮噂です。天使が間違えただけかもしれません。しかし、セルマ様がそうおっしゃるのなら、きっとその通りなのでしょう。他の店も似たようなものです。飲食店の味がますます悪くなったり、質屋が客のものを横領したり、時計屋の店主が腰を痛めたり、別に珍しいことは起きていません。ですが、そういうことが増えているので、なぜよりによって琥珀街で起きているのかと、みんなは理解に苦しんでいます。無駄話ばかりね。本当に何もないなら、私がここに来る必要はないじゃない。さあ、日の出の方向に向かって走りなさい。靴がボロボロになるまで止まっちゃダメよ。
これより先の状況はあなたには耐えられないと思うわ。残念ながら、あなたのような粗末な人は、私の下僕になる素質もないわ。あら、誰かがついてきてるみたいね。さっきのことを見てもまだ逃げないなんて、大した度胸じゃない？それとも、やっぱり最初から双心があるから空気を読んで難しいと知っていて。それは当主様私についてきて何がしたいの？使えるなんてのは嘘で、本当は私を監視してるのよね。ねえ。まさか、当主様、そんなつもりはございません。白家との交渉は非常に重要です。そのため、どうしてもおそばにいるようにと、長老様たちに命じられまして。へえ、つまりあなたの言う当主よりもあの老いぼれたちの言葉の方が重みがあるってこと？しょうがないわよね。私は仕事をせずに毎日享楽にふける当主だもの。あなたたちも外の噂を聞いたでしょ？口頭、密室、消えた使用人、それと変わった拷問器具。確かにあなたが従うべき相手には見えないわよね。それはご冗談を。私たちが聞いた噂は全部琥珀街に関するものです。近頃ここでは奇妙なことが頻発しています。しかもよりにもよってこんな時に、行方不明になっていた白家の方がここに現れました。先代の当主様と白家の関係を考えると、きっと何らかの事情があるのでしょう。もしかしたら初めから当主様を狙った罠なのかもしれません。知ったかぶりのくせに大口を叩くのね。もういいわ。私から見たらあなたたちは少なくとも二つ間違えてる。一つ目、老いぼれたちは普段余計な世話ばかり焼くけど、ヌートリスク一族で主となって家を切り盛りできるのはこの名字を持つ者だけよ。琥珀街に来たのはただこの場所に興味があったから。興味？ですがここは。え？お父様は白家を潰した後、
すぐにこの世を去った。そのせいで私は彼らにとって一番の復讐相手になったわ。行方不明になった白家の子息がこの時期に何もしないわけがない。さらに異常現象と怪物の噂を加えると、ここはより刺激的に見える。そう思わない？最近の娯楽にそろそろ飽きてきたと感じてたら、新しい茶番を用意してくれる人がいるなんてね。なら長老様に命じられた任務もただそばで見てるだけでこなせるのか？それとも。二つ目は、長老たちが流した噂はもしかしたら事実かもしれないわね。え？消えた使用人と拷問器具のことよ。お待ちください、当主様。遅いわ。もちろん私の前で後悔しても構わない。でもそれはお仕置きを受けた後のことよ。間違ったのは私だけどね。あなたたちに説明しようとするなんて、結局のところあなたたちは私の下僕でしかないのに。その事実をあなたたちの魂にもう一度焼き付ける必要があるみたい。ああ、そうだったわ。従うべき相手なんて概念は、この世に存在しない。なぜなら、それはそもそも、あなたが決めていいものじゃない。すぐにわかるはずよ。あなたはもうクビになったし、そろそろふさわしい服に着替えるべきよね。どうし様、それは一体。緊張しないで。彼女たちはただ下僕としてあるべき姿に戻っただけ。そしてすぐにあなたも彼女たちと同じように私にどうひざまずくべきかを覚えるわ。
茶、受け取っておくわね。あなたの忠誠と恐怖を。その通りよ。あなたの意識を奪うなんて余計な真似はしなかったわ。あなたが頭を下げて命令を聞くときは、身の程をわきまえないような考えを抱いてた方がいいの。人を噛むペットの方がからかいがいがある。そうよね。とにかく力は少し物足りないけど、まあまあ使えるでしょう。あなたのことは祖父でいいわね。かしこまりました。セルマ様のおっしゃることに間違いはございません。私にできることはございますか？まだその時じゃないわ。それにあなたの本体だけじゃ私の力になれるような場面なんて。あら、
きだけじゃなかったみたいね。隠れんぼをするつもり？原始的なお遊びだけど、趣があるわね。でも、ネズミを捕まえるくらいなら、私が自ら動く必要はない。ちょうどいいわ。あなたに奉仕してもらう時が来た。私と話し合うって？最初から自分のことを随分上位に置いてるのね。だってほら、うちは震えるくらい怯えてるんだよ。そうだろ？だから話し合ってみるしかないんだ。あの老いぼれたち、私を一体何だと思ってるのかしら。一人二人とこんなやつばかり。
やめてやめて、お願い。うちも琥珀街に来たばかりで何も知らないよ。あんな風に変えないで。言うことを聞いてほしいなら一言で聞くから。うちは自己管理が得意だよ。いいでしょう。だったらその目障りの麻袋を脱ぎなさい。そんな下品なセンス見てられないわ。わかった。どうせ今はそんなに寒くないし、お金も大して持ってないし、服は畳んでおいた方がいい？あなた、案外面白いわね。はいはい。もう立ち上がっていいわ。名前を教えて。脱がなくていいの？何？がっかりしてるみたいね。早く質問に答えなさい。うちは少弱。職業は、あちこちで生活費を稼いでる。つまり、その、ちょっとした商売をしてるんだ。スリか、それとも詐欺かしら。とんでもない！確かにうちの格好は綺麗じゃないけど、後ろめたいことは一度もしてないよ。そう？むしろ俊敏な方だと思ってるのだけど、とてもおとなしい人には見えないわ。足の速さはうちの唯一の長所だから、儲け話があればすぐそこに行かなくちゃ。遅れたらもう何もなくなっちゃうしね。へえ。じゃああなたはどんな得のためにこそこそと私をつけてきたの？だってあんた、いや、あなた様の宝石があまりにも高価。あ、いやいや、みんなと違う雰囲気を持ってるから、もしかしたら大儲けする機会があるかもって思ったんだよ。後ろめたいことはしてない？ね。琥珀街に来た理由はそれだよ。近頃、この辺では噂が絶えないだろ？英才が頻発してるとか、貴族が災難にあったとか、虎穴にいらずんば虎子を得ずっていう言葉があるように、もしかしたら、そこに大儲けする機会があるんじゃないかなって思って。災難にあった貴族？あなたは何を知ってるの？あ、いやいや、実は違うんだ。少しでも聞いてもらえるように、ちょっと話を持っただけ。とにかく、危険な場所にこそ機会があるってこと。
うちは事前にここの噂や路地を全部覚えたんだ。あなた様から逃げるためにはしっかり準備しなきゃ。結局逃げ切れなかったけど。本当にわざと使用人を教育するところを盗み見たわけじゃない。この路地を出たらすぐに記憶を消すから。だから。お願い、うちを殺さないで。あんな風にしないで。その辺にして。殺すなんて、そんなおかしな趣味を持つ変態に見えるわけ？それは、まさか。あなた様は気高くて権力があって。あら、別に訂正しようとしてるわけじゃないわ。あなたの推測も間違ってない。ただ殺すなんて、そこまでセンスは悪くないわよ。私はね、そんなあっさりとしたことはしたくないの。せっかく楽しむのに、そんなの単純すぎるでしょ。これからあなたも分かってくるはずよ。無駄話はやめましょう。確かに案内する下僕が必要だわ。ここの路地を全部覚えてるって言ったわよね。それを証明する時が来たわよ。それは。何？下僕が嫌なの？そうね。もしかして、ペットの方になりたい？うちを許してくれるなら、もちろん何だってするよ。でも下僕って結局うちをあんな風にするんじゃないの？ほら、シュシュッとした黒い塊が出てきて、パパッともみくちゃにして一人また一人と魂を奪っていく、そんな感じの。どうせあなたには理解できないし、詳しく知る必要もないわ。とにかく彼らは死んでないし、魂を失ったわけでもない。私の従者になっただけよ。まだ、あなたには必要ないわ。あなたが琥珀街のことを何も知らないって分かった時に、ちゃんと味わわせてあげても別に遅くはないしね。それとも縛られた方がやる気が出るタイプなら別に今からでも。大丈夫、それは結構だから。ちゃんとあなた様の言うことを聞くから。いいかね。そのあなた様っていうのもやめて。とりあえず
セルマ様って呼びなさい。せっかくのチャンスなんだから無駄にしないように。もちろん。セルマ様はどこに行く？まずは食事に連れて行こうか。ほら、講談師の話にもよく出てくるだろ？高貴な人は庶民的な食べ物に魅了されるって。結構よ。私は白球という人間を探してるの。彼は琥珀街の噂と関係があるのかもしれないし、ないのかもしれないけど。ここの光景は私が聞いていた噂と全く違うわね。でも彼がそんなことをやってみせたとは思えない。とにかくこの辺の怪しい場所について噂を聞いたことはあるかしら？怪しければ怪しいほどいいの。それなら楽勝だよ、セルマ様。世間を渡り歩くには情報の速さが肝心だ。ついてきて。こんな世の中じゃいいことはなかなか起こらないけど、厄介事を探してるならむしろ簡単だよ。今度はどんな場所なの？それは例の白球って人については聞いたことはないけど。変な出来事と白という名字の人間といったらここしか思いつかないんだ。変な出来事？その通り。でも怪物とかじゃなくて変な病気なんだ。見てて。
どうしたのかね、お嬢さん。邪魔してごめんね。ここはチンおばあちゃんの家かな。私に用があるのかい？孫娘の舞踊の授業は今日じゃないじゃろう。ああ、わかったよ。私ったら本当に物忘れが激しいね。白お坊ちゃまの使いの人じゃろ。さあ、お入り。その分際で。そうそう、場所を間違えてないみたいでよかったよ。こちらこそじゃ。あなたたちが来てくれたおかげで、きっとこの厄介な頭痛も治るじゃろう。そんな偶然が本当にあるのかしら。へえ、頭痛？スズメちゃん、脈診してあげなさい。スズメちゃん？ん？はい、セルマ様。脈診？以前白お坊ちゃまが使わしてくれた人たちは栄病に薬はないと言っておったが、自分たちが開発した不水で抑えるしかないんじゃろ。それは古い話だよ。日々に新たなりっていう話があるだろう。そうだ、おばあちゃんはどうやって白家のご子息を捕まえたの？あの方は多忙なのに。ああ、あれは1ヶ月くらい前のことじゃった。夜中に頭痛がするようになっての。気にしておらんかったが、どんどんひどくなって、どんな薬でも治せんかった。それを近所の人たちに言ったら、しばらくして栄病かもしれないって、そう教えてくれる人が訪ねてきたんじゃ。そして確か栄災の一種とかで白家の不水を飲まないと治らんと言っておった。それを飲んだらその日の夜本当に頭痛が治まったんじゃ。災いを払いながらも名声を求めない。確かに噂で聞いた男のようなやり方ね。それからは早く来てくれないかって毎日待っておったよ。手付金も用意してあるから、今回はいくらでも不水を買おう。常備薬として置いとかなくちゃね。それは…おや、どうして急に難しい顔をするんじゃ。私の病気は治せるんじゃろ。おばあちゃん、この病気では不水を使わなくてもいいかも。つまりおばあちゃんの病気はもうすぐ治るってこと。なんと。おばあちゃん誤解してるよ。これは栄災なんかじゃない。この病気は珍しいけど治療が難しいわけじゃないんだ。処方箋を残しておくから、きっと数日で治ると思うよ。
確かにあなたは嘘をついてない。本当に正直なのね。世間を渡り歩くためにちょっとは知っておかないと。知らなくても知ってるふりをするのも大事だからね。確かによくできてたけど、紐でつないでいないペットの方が働けるみたいね。あ、別に褒めてないわよ。はいはい、セルマ様の仰せのままに。でも、セルマ様、さっきのことなんだけど、どうして、直接、なんて言えばいいのかな。あのおばあちゃんを従者にするとか？本気で質問がしたいなら。あなたね、何を言ってるのか、ちゃんとわかってる？それがいい方法だとでも？それとも、私がそれをいい方法として認めると思ってる？どっちにしたら生き残れるの？まあいいわ。ちゃんと働いたことに免じて許してあげる。よく聞きなさい。あなたが今まで見たものは、私の趣味じゃなくて、手段なの。人と呼べるに値するものなら人として扱う。歯を見せて恐ろしい形相をするものにだけ、首輪をつけるの。確かに、私は善人じゃないって言ったけど、高貴な悪人こそ、好き嫌いをするものよ。わかった？もちろん！つまり、うちのことが気に入らなかったってこと？うちの、歯が丈夫じゃないから？うちが弱すぎるから？前者にしましょう。でも、結構気に入ってるわよ。とにかく、例の白家の人間が確かにここに来たなら、彼も同じことをするはず。そもそも、会ったことすらないけど、こんな老婦人を騙すような人間とは思えないわ。つまり、その白家のご子息は偽物だってこと？偽物かどうかはすぐにわかるわ。忘れないで。例の白家の子息とやらは今日訪れるって約束してるんでしょ？本当にかかったわね。あなたの歯を見てあげましょうか。こっち！お前、動くな！
それで、あなたも白家の子息が何者かを知らないの？申し訳ございません、セルマ様。相手は姿を現したことがないのです。私はたまに命を受け、彼の代わりに影の噂を流したり、影の存在を疑う人間を処分したりしてただけです。たまに警告として相手の商売の邪魔をすることもありました。どうしていつも琥珀街なのか。彼らはあなたに聞くべきだったわね。でもあの白家の人間じゃないのは確かのようね。彼がここでしようとしてることは、一族から得た情報と違う。それとも。私をここに来させた理由は悪くなかったけど、あの老いぼれたちのやり口は、本当に平凡で味気ないわね。ポッチ？セルマ様、何か？あなたは、同僚と比べたら末端でしかないけど、シャトルにしてはそう悪くないわね。行きなさい。スズメちゃんを捕まえるのよ。彼らが心を込めて用意した茶番なら、最後まで見てあげないとね。この程度じゃなければいいんだけど。ポッチ、行きなさい。あなたを従者にしたことを後悔させないように。Thank you.
は焦ってて気づいたら追いかける相手を間違えて、まったくあの人ってば、何かやましいことでもあるように同じ方向に向かって走り続けるんだから。ええ、確かにやましいことがあったわね。セルマ様、その人は。ええ、ポチ、ほら挨拶を。アウロラです。先ほどセルマ様の従者となりました。はあ、つまり琥珀街で起きてたおかしな現象は全部嘘だったってこと？それは本当に儲かると思ってたのに、結局先手を打たれたんだね。でも待って、セルマ様、何かが違うよ。確かに今までの件はおかしかったけど、何かコツがなければ誰も英才で金儲けをするなんて思いつかないよ。やっぱり終わってなかったのね、セルマ様。聞いてるわ。前に何度も聞いたんだ。琥珀街の近くにある人気のない教会で影から出てきた怪物を見かけたって。最初は謎に包まれた話だったけど、噂が噂を呼んで、その怪物が確か魚みたいなのに空を飛べるとか。普通の英才じゃないみたいね。でも構わないわ。案内しなさい、スズメちゃん。人気がない。そこに厄介事があってもなくても、私好みの宝石じゃね。もう出発する？セルマ様。Thank you.
こっち。やっと止まったの？私たち。少女くん、今のは一体。どうやら、ここが完璧に再現されすぎてて、私たちまで巻き込まれたみたい。つまり、凶楽の術は影の力で人の心を操れるの？心に作用する力だから、現実にいる私たちまで影響されたとか？もしかしたら、桜花と老朽がまた繋がったこととも関係があるのかな？今、私たちのいる現実も、同じように影の規則のもとにあるわけだし。その可能性はあるかもね。それにしても、少女にあんな経験があったなんて。彼女、少女のことを、次に会う時もそういう関係だったりしないよね。どうりで私たちを止めようとしてたんだ。それは。世間を渡り歩くには、相手をあしらったり、調子を合わせたりする必要があるだろ？今のは、そう、社交辞令だよ。調子を合わせる。つまり、その後に何があったのかを知ってるんだよね。それは、もう100年以上経ってるんだ。さすがにそこまで記憶力があるわけじゃないよ。とにかく、今のうちに逃げよう。もしまた巻き込まれたら。あ、そういえば今のって、私たちが初めて触れた術の能力ってことにならない？しかも、かなりリアルだった。それでも現実よりは安全だし、もう少しいても大丈夫なんじゃないかな。それは。いやいや、外を見てみよう。琥珀街に外の教会なんて、そもそも存在しないよ。確かに、完全な過去ってわけじゃないみたいだね。しかも、私たちにはそれを保管して、動かすほどの力もないし。そうだよ。だから早く逃げた方がいいって。脅かしたいわけじゃないんだ。うちも確信してないけど、セルマ様。セルマの能力は、人の心を操るっていうほど単純じゃないかもしれない。服と関係があるのかも。能力を使うたびに、彼女は相手に服を着せてた。形はそれぞれ違うけど、結果的に、彼女は相手から影の力を取り出せるようになってた。面白い。続きを見ないと。あ、それなら、いいアイデアがあるよ。でも、少女くん、本当にその後のことを何も思い出せないの？ほんのちょっとだけでもいいから。この近くだと思うんだけど、
これは怪物じゃなくてもすごい猛獣なんじゃ。に遭遇したらセルマ様には対策があるのかな。やっぱりうちは無駄口はやめて早く案内しなさい。誰か助けて、お願い。あなたたちは。うちはその明かりの人間だ。ここで英才があると聞いて。あ、よかった、これで助かった。私は友達と一緒に影から出てきた怪物に襲われたんだ。逃げられたのは私だけ。こいつの演技、下手ね。私を助けに来てくれたの？ありがとう。でも夢追い人は一緒じゃないの？夢追い人は私を守るために一人で残って今でもこの先にいるみたい。セルマ様、うちらは。え？案内を続けて。これだけじゃ退屈すぎるわ。あ、夢追い人、大丈夫？怪物に足を噛まれた。私が手当てをしよう。あの怪物たちは。私にのしかかった後、なぜか逃げたんだ。口に合わなかったのかな。よかったね、運に恵まれて。つまりこれで全部？三人だけ？スズメちゃん、私を甘く見てるのはあなた？それともあなたをここに派遣したやつの方？そうだそうだ、たかが怪物にセルマ様が。え？英才から生まれた怪物が勝手に去っては戻る。
そんな下手な嘘を考えるなんて、あなたたちはその災いのことを何も知らないようね。でも他に出し物はないの？子供の頃に見た茶番よりずっとつまらないわ。え、セルマ様、何を言ってるの？何？そいつらの演技で私を騙せると本気で思ってるの？はっきり言うわね、少女。あのチンという老婆のところに行った頃から、あなたはもう芝居ができなくなってたのよ。順調に白家の子息のところまで連れて行くふりをして、途中で何度も隙を見て私を排除しようとしてた。そして最後は私をこんな人気のない場所に案内した。ここで本当に危険な人が誰なのかもわからずに。セルマ様、話を聞いて。いいえ、まだその口から話を聞きたくないの。私の勘違いの可能性もあるけど、どうでもいいわ。この手であなたたちの口を引き裂いて真相を聞く方がずっと面白いでしょ、ポチ。まずい。嘘、私たちもあれにやられたらどうなるの？控えめに考えても、少なくとも自由をもう一度失うことになると思う。でもできることはまだあるかもしれない。今までの少女の経験から考えれば、自ら服従することで逃げられる可能性がある。あなたたちもそうすれば、いや、彼女よりも上を目指さないと。自分からセルマのペットになって。はい？はぁ、仕方ない。そうだ、ヘリア！くわぁ！へぇ、ちょっと面白いわね。じゃあ、あなたたち、針で刺されたことはあるかしら？どう？嘘でしょ？彼女は罹患の術相も支配できるの？あの殉死の術のことを考えたら、全然おかしなことじゃない。確かに少しの違いはあるけど、彼女は合意じゃなくて、自分の意志であの怪物たちを操ってるみたい。
こうなるって分かってたら、こんなついてない仕事を引き受けなかったのに。セルマ様は怪物よりずっと恐ろしいじゃないか。寒い。本当に死んだとしても、無駄口はやめて。あなたのせいで自分の選択を後悔したんだけど。どちらにせよ、やんちゃな小鳥は鎖で繋いでおかなきゃね。そんな、セルマ様、うちが悪かった。お願いだからうちをあんな風にしないで。うちにはまだ食べてないものや行ってない場所が山ほどあるのに。どうしてもというのなら、せめて最後に天心を食べさせて。無駄口はやめてって言ったでしょ。服を縫うことだけじゃなく、針の他の使い方も試したいの？ビンくらい食べさせてよ。うん、わかった。どうぞお縫いください。まさかこんなに早く見抜かれるとは思わなかったよ。セルマ様、最初からずっと見物してたわけじゃないよね。うちは確かに長老たちに雇われた。セルマ様に近づくように言われたんだ。排除。契約にもそう書いてある。でもセルマ様だって気づいてたんだろ？うちが嘘つきだってこと。うちは一石数鳥しようと考えたんだ。
長老から報酬をもらって、セルマ様に害をなすふりをして、それと同時に、セルマ様がこの町から逃げるように、いろいろ仕掛けようと思った。そうしたら、長老たちはうちのせいにできずに、運が悪かったと認めるしかない。それに、その時になったら、うちはもうお金を持って逃げてたはずだし、郊外の怪物や芝居をした人たちに関しては、セルマ様を驚かすため、うちは明かりから騙し、借りたものを持ってるから、問題はないはずだよ。じゃあ、白家に関する噂は？それは本当によくわからないんだ。でも、琥珀街で白家の名を語って、人をたぶらかして薬を売る奴がいるのは確かだよ。セルマ様、全部話したからもう縫わないで。うちはちゃんと言うことを聞いてただろう。どうしてそこまで。子供の頃から私の言いなりになる人はたくさん見てきたわ。彼らが自由を持つことを許すだなんてめんどくさい。自由は山頂の薄い空気みたいなものよ。弱者が耐えられるわけないって何度も言ったわ。今のあなただってそうでしょ？私が与えた自由を持ってたのに、自分を傷つけることに使った。セルマ様、どうしてそう思うの？問うべきじゃないことを聞かないで。できたわ。ポチ、立ってみせて。これで終わったの？うちはもう。あれ？え？うちは、うちのまま？何？本当に別の小動物になりたかったの？白家の人間のところに案内して。まだこの件は終わってないわ。それは。セルマ様、本当にお優しい方だ。その辺にして。別にあなたを許したわけじゃないから。言ったでしょ？人を噛むペットの方がからかいがいがあるって。この町にいる人はあまりにも少ないもの。なんとかして面白いことを見つけないと。他に用意した手段はないのかしら？早く全部出して私を喜ばせて。でないと。愛想を尽かされた犬がどうなるか、わかるわよね。え、それは、いやいや。
そうだ、階級を決めないといけないわね。あなた、これからはトルソーよ。いざという時にそれが何を意味するのか教えてあげるわ。はいよ、全部セルマ様の仰せのままに。早速案内するね。あなた、これからはトルソーよ。みっともないぞ。今日からお前はヌートリスクの当主だ。もろもろの事務は私たちが代わりに処理する。お前はその姿を他人にさらすな。部屋に戻れ。余計なこと。どこから探せばいいのかな。そうだね、セルマ様、試しに以前の連絡場所に行ってみる？いつもは指定された位置に手紙を置いて相手が取りに来るのを待つんだ。ほら、あの建物の屋根なんだけど。屋根？うん、任せて。木登りみたいに。許さないわ。私の服を汚したら、あなたは今後二度と着る服がないって思いなさい。あなた、まさか、高いところに登ることで、飛べる人より自分が優れてると言いたいの？
しかしてヤブヘビだったのかも、セルマ様。その、帰る？昔ほど自由じゃないけど、なんとか生きるための仕事も見つけたし、これからのうちの担当はお茶だし、それとも肩叩き？ずいぶん先のことまで考えてるのね。まずはあの白という人を見つけて、話はそれからよ。本当にあの偽薬屋と最後まで対峙するつもり？そんなのセルマ様の身分にふさわしくないんじゃ。ふさわしくないですって？あなたの方こそ檻に戻りたいだけでしょ。この件はあなたが思うほど単純じゃない。私が探してる白家の人間は自身の名誉を重んじないことをするとは限らないけど。例の白家の子息は彼の仕業という可能性もあるわ。狂言、噂とは大して違わないし。わかった。セルマ様の言うことなら間違いないはず。意味はよくわからないけど、きっと間違いないと思うんだ。はっきりと言いましょう。あなたの知ってる英才に関して、あの白家の人間はここで一気に終わらせようとしてる。一人の偽物、いくつかの英才、そんなものじゃ私をここに来させるには足りないわ。そんなものでこのままずっと残るはずがないでしょ。それは、でもやっぱりあの言葉の意味がよくわからないんだ。どこから探せばいいのかな。探す？必要ないわ。祖父、シャトル、ハンガー、トルソー。私にはまだ靴箱が足りてないのよ。嘘、セルマ様、それって。その通り。一人ずつ、この町にいる人たち全員、私の下僕にすれば済む話でしょ。
よろしい。あと一人。そうよね。you
捕まえた。その偽物の下で本物の白家の子息が何を企んでるか見せてもらえる？
セルマ様、これはお化け？スズメちゃん、鈍すぎるペットは好かれないわよ。琥珀街は危険に満ちてる。外の噂は間違ってない。琥珀街は平和で、何人かの泥棒が悪事をしてるだけ。私たちが見た状況も間違ってない。でもね、二者は矛盾してるって誰がそう言ったかしら。私とあなた、そして私のペットたちを除いて、琥珀街には最初から誰もいないの。お芝居を打ってるのはあなただけじゃないってこと。まさか、うちらが見たのは全部？その通り、一種の英才よ。そう、琥珀街を覆い尽くした英才。運が良かったわね、スズメちゃん。今はまだ幕が上がるところよ。これこそが、このセルマが来るべき琥珀街よ。本当に彼らを下僕にすると思った？私はね、ペットに対しても厳選する人間なのよ。あの人たち？影で作られた偽物はもちろん、影を消さないと本当の姿が見えないじゃない。後ろに立ってなさい。ペットと下僕は拍手してればいいの。これからは主が登場する時間よ。私たち、追い出された？タイミングが悪すぎない？それで、最後に見えたのは一体何だったの？どうして琥珀街が二つもあったの？それは本当にわからないよ。思い出せないわけじゃなくて、最初から覚えてないんだ。あの時、何かがあったのかもしれない。もしかしたら、うちはセルマに気絶させられたのかな。でも、あの時、少爵たちが見た住人たちがみんな影だったとしたら、彼女はどうやって相手を支配したの？前にコラリーが推測してた通りかな。相手と何らかのつながりを作り、それから回収に似た形で、他人から罹患の術僧の力を集めるっていう。でも、それじゃあどうして彼らがセルマの言いなりになったのか説明できないでしょ。あの服には印以外の意味があるんじゃないかな。
あの人の腐った趣味から考えると、服で他人の階級を決めてるみたいだ。それが、影の規則と関係があるのかどうかはわからないけど。結果的に、彼女は確かに、話したものに相手がなることを可能にした。もちろん、今のもただの推測だけど。他人の恐怖を洞察したことで、彼女は相手を服従させ、支配することができる。それこそが本質だよ。それってつまり、もういいよ。だから最初から昔のことは見なくていいって言っただろ。どうやら時間を置いてまたやってみるしかないみたいだね。うん。でも収穫がないわけじゃない。そして今はそろそろ老朽に戻るべきだね。そうだ少女君、彼女があなたに服を塗った時、七の代役残り一班、王の気概も全ては巨眼のため。おなみこなみぐるっと回ってにゃんこの目。